冥婚とは、生者と死者に分かれた者同士が行う結婚のことで、廃骨、陰婚、幽婚、霊婚などとも呼ばれる。アジアでは三千数百年前からこの習俗を未だに続けている地域が存在している。死者と生者、あるいは死者同士が婚約を結び愛を誓い合う。死母や忠誠心のために亡くなったカップルは冥婚を選んだ。あの世で娘が一人ぼっちであるのを案じた人は冥婚を選んだ。霊下をめとってこそ大金持ちになれると信じている人は冥婚を選んだ。残念なことに、由緒のある冥婚にはきちんとしたルールがなかったので、暗い事件は後を絶たなかった。冥婚マッチングセンターはそのために立ち上げられたのだ。ここは冥婚を前提に皆様に交際をしていただく場所です。両思い自由恋愛保障、散らばる赤封筒による環境問題も解決、クラウドマッチング、プロによる縁結び、夢枕を介して交流、愛と出会い、徳を積み、幸せを予約する。冥婚マッチングセンターはあなたのために、そして愛のために、三途の川の橋渡しになります。何見てんのよ。冥婚マッチングセンターの正社員たるもの、見た目はきちんとしなければいけないって言ったでしょ。スーツ、シャツ、ネクタイ、革靴、社員証、これらすべては基本中の基本よ。何？気持ちの悪いトランクスを履いて女性に視線を向けている時点でセクハラはすでに成立してるのよ。
すぐそいつを吐き直しなさい。で、あんたそれ、その汚らわしいもの、何してんの？そう、それが朝立ちってやつね。健常の若い男性によくある生理現象で、別にエッチな欲望があるわけではない。じゃあ何？変態最低、汚らわしいクソ野郎が！まだ明るいのに私に発情しやがって。許しません！そんな理由なの？ふん、分かればいい。一人？一理あるかな。うん、私をたぶらかしてない？本当に効果があるのか？当たり前でしょ？いい？我々が今回新しく入手した山は手強い。必ず全身全霊で取り込むように。